いつからですか？コギロはね、それからもう1年ぐらいの、ちょうど1年ぐらいかな。1年ぐらいですか？うん。その前に地区の王将でやってた。はいはいはい。で、地区のから、コギロ来たわけですよな。はいはいはい。だから、鼻が詰まるよりは喉に痰。鼻が流れるね。うん。痰じゃないんだけどね。鼻ですね、あれね。うん。後ろ流れてる。前に出ないから流れてるんですよ、後ろにね。そこに持っていて、今、全息をずろうとるからね。はい、はい、だから余計声が出るんですよ。はいはい。あ、喘息もあるんですか？喘息も。その喘息は今年になってから出て。あ、そうなんですか。うん。はいはいはい。だから75まではな、ほんまに元気やってるよな。あ、そうなの。うん。75ぐらいから。ええ。だんだん具合が悪くなって。うん。そう、そのまで。高齢者の野球もやっとったやだ、うん、あ、そうなんですか、うん、野球やるときに、投げるときにね、うん、右投げ左投げ、うん、今右のね、うん、足をここで踏み切るでしょ、うん、そのときにこの指キュッと使ったら弾走りますよ。あ、そう、いや、一回投げてますよ、もう分かる、もうやってない、もうやってない、分かる、うんうん、でもね、指使い方ですわ、全部野球でも何でもそうですよ、うん、その指の使うときは、やっぱり絶対いろいろ問題が出てきますね。そう、うん、腰を重い人はみんなそうです。指使わないです、うん、なんていうかね、イチローとあれの差、清原の差ですよ、うん、一応腰をしませんよ。腰をせんなー、だって速い球投げるでやれ。速いでしょ、うん、うん、それであの、あれですよ、これフットワークものすごく軽快です。めっちゃ軽快です。今のあの、熊井さんのことや、走ったりね、平均乗り越えとくのかな。でしょ、うん、ほんなら、あの、清原見てもらえ。何もないかに、それ。全然でしょ。だから、あれの差ですよ。あれの指の使い方の差ですよ。うん、だから、一応あれ分かってるんですよ。あ、そうかな。うん、だから、故障しないんですよ。あ、確かに、あの、一郎はほんまに、こいつは格別やなくて、ね、いつも見てるけどな。うん、あの年で、現役でまでやってるからね。ねえ。すごいよね。そんなコマーシャル出て、はい、球投げてるのも早いし、はい、めちゃくちゃ早いのも、うん、もうそのところでそのこびるやけど、うん、ちょっと薬飲んで、あの漢方飲んだから良くなりました、うん、ちょっと良くなってる、ね、気がする、だって、あ、気がします、うん、ちょっとだけ良くなったよ、うんうんうん、そ, の、はい、その薬が先生のおかげからどっちか分からへんかな、ええまあまあちょっとは良くなったやんじゃん、まあ言えばね、ちょっとでも良くなったらね、そうそう、うん、あのとにかくね、ええ、朝起きたらもう喉がたみたいに詰まっとるからね、はいはい、で出しますやん、はいはい、底辺に喉に引っかかってるからね、はいはいはい、気持ち的に出したいわけ、出したいですね、はい、だから何歩でもその咳込んで出そうとすんねんけどね、はいはいはい、底辺、はいはいはい、で外へ出る時にもまたものすごい運動詰まるからね、はいはい、動いたらとにかく当たるんやでな、はいはいはい、わかんない、どんなんですか。いや、今はもう、どんどん歯についてない、うん、歯についたら最後、唾飲み込んでも取れへんからな、うん、喉にペタッと、うん、へばりついてる感じやからな、うん、でそれを取ろうと思って吸い込んで、はい、吐き出そうと思うんだけどな、で、でも腫れてたらベタッとして出ない感じですか。そうそうそう、うん、それからそれ取ろうと思って何遍もこう咳払いして、うん、ティッシュで取んないけどな、はいはい、取れてるのは全部唾だけ、今それはちょっと引き継いでるのがなくなってる感じ、うん、だからやっぱ布団も関係ありましたよ。関係あるのかわからんな、うん、うん、今もないわ、うん、でそれあの鼻の唾取っても左取ってるわ、取ってきたでしょ、うん、だから、ね、左の足すっごい硬かったからね、うん、それだんだん柔らかくなってきたら、だんだん鼻取ってきましたよ、うん、で喉もちょっと良くなってきたでしょ、うんうん、だから、まあ、結局歩き方変えてそれも全部良くしようっていう感じですよ、うんうん、まあ、いつまでも薬ばっか飲んでられへんしね3年も5年も10年も薬ですよ、
と飲み続ける受話器もやっぱり副作用もあるしね。どうやって、ね、